もニュール仕様です。この車ね、今日乗れるんです。いい職業だなって思う一瞬ですね。この車はもう3年目なのかな。 LFA でニュールに挑戦するっていうのはもう3年目ぐらいになると思うんですけども、これが今最新バージョンであると。でタイヤ、これ前後一緒ですね。前後330/40/18、でかいタイヤです。まあパジェロのタイヤぐらいですね。で、キャリパーはあけぼの製ですね。で BBS のセンターロックのホイールがつくと。でこの車は、こういうスーパーカーにしては珍しく FR レイアウトを取っている。で FR って言ってもエンジンはこの辺までで収まってるフロントミドシップだよと。ちょっとねノーズの高さは気になるんですけども、このフェンダーの高さに関してはやっぱり、このでっかいタイヤを収める。でこのタイヤがストロークしていった時にフェンダーに干渉しないように、これ完璧にここ、革1枚です。 GT カーなんかだとノーズはもっと低いですよね。ノーズもっと低いんだけど、でフェンダーが一番高い位置になっている場合が多いんだけども、この車はノーズが結構高い。それがデザインの特徴っていうか、まあ多分これエアボックスがギリギリの高さまであるんで、これはレイアウト上こういうボンネットの高さになってしまっているのかなという感じであります。ね、ドアカーボンですね。軽いです。それでロールゲージがしっかりと入っていて、もう何点式って、数えるの難しいですね。でミドシップの車と違って、このね後ろのスペースってのは結構あるんですね。ミドシップだともう運転席の後ろすぐ壁で、今回もね車載どうやってつけようかなって思ったんだけど、これなんか後ろのスペースあるなってよく考えてみたら、この車フロントエンジンだったみたいな感じです。でこれですね、パドル。このパドルはステアリングにくっついてきた方がちょっと操作しやすいかなと。サンラインレーシングで売ってるぞっていうことを後で教えてあげたいと思います。ガズレーシングで、レディオ、ドリンク。ドリンクは3種類用意されてるらしいです。っていうのは冗談です。ここにはその TCS のスイッチ、あとエンジンスタート、イグニッションオン、ドリンク、デフ、ナンバーを照らすランプですね。あとフラッシュっていうのはなんか、オービス対策ですかね。P1、P2 なんですかね、これは有料チャンネルですね。でハザードランプもついてるんだね。それで、左側これは消火器で、ワイパーの完結ボタンと、あとリバースはこの状態でバックにギア入ると。あとはペダル、フットレスト、ブレーキ、アクセル。高級な感じがするね。フロントが結構高いんだね、ここがね。意外とシフトには時間がかかります。
話もあるが、ブレーキ効くな。高級品だわ。精密機械って感じ。でも耐久用にかなり気を使ってるっていうかね、耐久性に気を使ってる感じがします。何も起きないね。すごい。これ上回したらすごいぞ、きっと。まだブレーキ余っとるぞ。ずるいっすよ、あんなの乗って。よかったよ。あ、超かっこいいな、もう。来ればよかったのに。なあ、行きたかったけどスカポンが呼んでくれなかったんだよ。俺も呼ばれない可能性があったんだけど、サブギア行ったんだけどさ。サーキットで乗り心地がいいっていうのはどう乗り心地がいいんですか。まあサーキットで乗ると大体の車乗り心地いいだっていう話もあるんだけど、はい、でも路面がねすごいスムースだからね。それにしても出るくらいなんだから、そうあるわけですよね、うん、ストローク感とかなんか違うんですか。なんか妙なさ振動、強振するような振動っていうのは一切ないんだ。ベーってやるすごい感じがないとか、あ乗った瞬間にあ高級って感じちゃう感じですね、うんうんうん、あのそれで、程よいスピードで足がストロークをしてて、あやっぱニュルを走る車っていうのは、うん、そのストローク感が大事なんですか。ストローク感っていうよりは、はい、実際に本当にあの路面にタイヤがどれだけくっついてくれるか、こううねってても、うん、ちゃんと設置しなきゃいけないみたいな。そうそうそう、ロードホールディングの高さが非常に重要だ。どうなんですか、その僕も思うんですけど、スーパースポーツってみんなミドシップっていうイメージはあるじゃないですか、うんうん、でも扱いやすさからすると FR の方がいいっていう声もあったりするじゃないですか。それはね、俺昔あのボーン中谷さんから言われとったけどね、ボーンなんて言いません。お前安っぽいのものしか乗ったことねえから、あのそんなミドシップが危ねえとか難しいとか言うんだよと、うん、ミドシップが一番ね、素直で、うん、あのちゃんとした車なんだと言われたことあって、うん、なるほど、あのムカついた記憶があるけど。いいのかもね。いやそれだって相手が誰だって言えないからさ。でもね本当にねそうなんだよ、はい、うん、そういう意味では、うん、あのミドシップも見てみたかったなみたいな。そうだね、はい、だから多分そのあのパッケージを使ったパイオニットを使った、はい、なんかセダンっぽいものが出るとか、うん、はい、あとそれから
フロントエンジン衝突安全性なのかな、うん、とかその辺と、あと松田さんが言うようにその、独自性みたいなところでね、うん、あの LFA ならではの感じっていうのを出そうとしたところもあるのかなと思うんだけどね、うん、実際重量配分的にはリアノはあの止まってる状態では重く設計してあるんだけど、はい、やっぱりそれだけフロントエンジンならではの後ろの、うん、不安定さってのは出てくるんだろうなと、はい、っていうのはあって、あの車単体で考えたらミドシップにした方が良かったんじゃないのみたいな、ミドシップでどのぐらいパフォーマンスが出せるのかっていうのはなんか見てみたかった気がするけども、はい、FT86 が遠くにあるって考えると、うん、そうそう、やっぱり FR であの極めていって、でノウハウを貯めたところで FT86 に注ぎ込んでもらいたいっていうのはあるよね、うん、